それではただいまより講演に続きましてパネルディスカッションに移らせていただきます。ではまずはじめにパネリストを紹介いたします。パネリスト1人目は衆議院議員新藤義孝様です。新藤様には先ほどの基調講演に引き続きよろしくお願いしたいと思います。続きまして長崎大学名誉教授であられます片岡親志様です。片岡様は愛知県のご出身で鹿児島大学水産学部講師及び助教授を得て1992年から長崎大学水産学部で教授として長年東シナ海での漁法や漁業資源について研究をされてまいりました。2011年に退官後長崎大学名誉教授としてライフワークで現在も研究に取り組んでおられます。なおコーディネーターは公益社団法人日本青年会議所九州地区長崎ブロック協議会2015年の会長時達也君が務めさせていただきます。それではここからの進行を時会長お願いいたします。はい、ありがとうございます。本年度長崎ブロック協議会会長の時と申します。本日はですね本ブロック大会ご参画とそれと本フォーラムにですねご参加を賜りまして誠にありがとうございます。また新藤先生におかれましては講演に引き続きということで、片尾先生におかれましては今後多忙の中ですね、心よくお引き受けをくださって本当にありがとうございます。で早速始めたいんですけれどもまず皆様ご存知の通り日本というのは四方を海に囲まれた国でございます。1996年に国連海洋法条約が発行をして EEZ が認められるようになりました。もうお承知のことというふうに思います。この EEZ 経済的権益をそこの国が独占できるという言い方はちょっと語弊があるかもしれませんけれども利用できる仕組みでございまして日本もこの EEZ の面積というのが世界で6番目、そしてこの海底までの深さですね、深さそこにある水の体積の量でいくと世界で4番目の大きさというふうになります。ここからは先ほどに引き続きのパネルディスカッションなんですけれどもそこの海洋資源といったところにフォーカスを当ててまずは進めていきたいというふうに思います。まず海洋資源たくさんあるんですけれども一番身近な私たちにとって身近な海洋資源と申しますとやはり水産資源でございます。まず最初にですね長崎大学水産学部名誉教授の片岡先生にこの水産資源について今までのこの東シナ海ですねことについてちょっとお話をいただければというふうに思います。よろしくお願いいたします。新藤先生の方から特に領土問題非常に興味深いお話をいただきましたがその後で私の方から漁業の話をしたいと思います。長崎が面しておりますのは東シナ海公海ということになりますがこの東シナ海公海日本だけが利用しているわけではなくて中国も韓国も利用している、国際漁場です。そういう国際漁場で制度的な枠組みがどのようになされてきたのかそれからその中で漁業がどのように行われているのか各国の資源管理がどのように行われているのかというような話をしたいと思っています。まず200回体制の移行ということで今、司会者の方から紹介がありましたけれども1994年国連海洋法条約が発行いたしました。これは世界の海洋秩序を決めた基本的な条約であります。その中で様々なことが書いてありますが非常に大切なことは領海は12海里まで、経済水域は200海里まで持つことができる200海里までの開発権主権が及ぶというであります。これを基準に、世界が海洋秩序を形成しているわけですがその国連海洋法条約を1996年に
日本と中国と韓国が同じ年に条約を批准をいたしました。そしてその条約に基づいて領海12海里を設定をする、経済水域200海里を設定をしたわけで、どういう図かという言いますと、これが200海里体制の前の東シナ海、黄海の図であります。いろんな規制線がありますが、全く規制のない海域が、あったわけです。それが1996年日本が200海里経済水域を設定した時の図がこれであります。よく使われる図ですが、日本の領土問題は、日本の、領海の中に入っています。そして韓国あるいは中国との間では中間線が引かれています。これが日本が主張する200海里経済水域というものであります。ところが200海里線の引き方は国によって領土問題がある、あるいは200海里経済水域の引き方が国によって違うということでオーバーラップをします。オーバーラップをしますと漁業について協議しないといけないということで協議が始まります。まず、協議が始まりまして、99年から2001年まで3つの漁業協定が結ばれます。日中、日韓、韓中、それぞれ漁業協定が結ばれます。そして、200海里体制に移行をしたということになりますが、この協定は基本的には2カ国間の協定です。2カ国間の協定が3つあるということですね。それからもう一つは領土問題、経済水域や大陸棚の境界確定を切り離して漁業だけ取り扱うということで決まりました。実際漁業協定の中身を申しますと5つあります。ちょっとややこしいですが、1つはお互いに経済水域の権利を認めると、お互いに認め合うと。それから境界確定ができませんから経済水域の他に共同利用水域を設けると。共同利用水域は暫定阻止水域とかいろいろな名称がつきますが、共同で利用する水域を設けると。それから経済水域にはお互いに入漁し合いますと。そして漁獲割当量は等量にしますということが協定に書いてあります。そして共同利用水域における取り締まりですね。そこで操業する許可は、自国の漁船だけにすると。不法の場合、違反の場合、取り締まりは自国の漁船だけに取り締まって相手国の漁船には及ばないといういわゆる帰国主義が謳ってございます。それから5番目に、漁業協同委員会ができまして、相互入漁の漁獲割当量をどうするかとか、あるいは共同利用水域での資源管理をどうするかということを話し合うように委員会ができております。これが3つの漁業協定で、書かれた漁業図であります。この色のついた内側が純粋な経済水域、純粋な経済水域ですね。その色のついたのが共同利用水域です。名前はいろいろありますが共同利用水域です。日韓の間では2つ、日本海と東シナ海、中国との間では暫定阻止水域と中間水域というのがあります。それから韓中の間では、暫定阻止水域と過渡水域という、名前の共同利用水域が設定をされております。それで、領土問題で言いますと北緯27度以南については協定の対象外です。協定の対象外、
協定について触れておりません。日中の協定ですね、触れておりません。その北緯27度以南、まあ、尖閣諸島になるところですが、それについては一昨年ですね、日本と台湾の民間の漁業取り組みというのが結ばれまして、まあ、協定を結んでおります。まあ、詳しい話は今日はせずに、次に三カ国の日中韓三カ国の漁業勢力がどのようになっているのかという話をしたいと思います。これ、残念ながら東シナ海、黄海だけではありません。日中韓の全体の海面漁獲量になります。このグローブで一番高いのが中国です。中国はものすごく勢いで伸びたんですが、2000年代に入りますと横ばいになります。日本はずっと低下を続けてきています。低下を続けています。これ東シナ海、黄海だけですと、この韓国よりも下になります。韓国よりも下になります。で、韓国はこの図では全体は一番下ですが、90年代に入りますと少しずつ下がるようになってまいりました。で、昔は日本が一番東シナ海、黄海では強かった。あるいは漁業勢力が強かったんですが、今は一番弱い、一番弱いということになって、これが東シナ海、黄海で日本の、まあ、大型の漁業です。2種類あります。一つ、一つは、底引き網、大型の底引き網でずっと漁獲量が減少していっています。それから大型の巻き網は、まあ、一時期上がったんですが、それからずっと下がってきています。まあ、両方とも2000年代に入って定位で安定しているというような状態です。で、まあ、この状態になりまして、日本が3カ国のうちで漁業勢力が一番弱くなったということであります。その次に、日本、中国、韓国の漁船を少し、紹介をしてみたいと思います。中国の、まあ、底引き漁船ですね、これ、ものすごく非常に船がたくさんありまして、魚の数よりもたくさんあるんじゃないかなというよう な, こんな船があります。船の大きさも相当大きいし、近代的な漁船で取っておりますので、安い料金で操業しますので、とても太刀打ちができません。それから最近登場して問題になっているのはトラ網漁法というやつであります。これは底引きというよりは、サバとかアジエを取る、まあ、浮き魚を取る巻き網に類似した漁法ですが、非常に能率的な漁法で、まあ、日本では許可はされてないんですが、中国では許可をされている、まあ、漁法ということで、これが急激に今増えてきております。したがって資源が乱獲状態にあるということでな状態にあるんですが、このトラ網が出てきて、さらに資源の減少が心配されるという状況であります。これが韓国の大型の巻き網、底引き網と巻き網漁船です。これ底引き網の漁船ですね。これ巻き網の漁船です。日本よりも漁業勢力は強いけども、中国には圧倒的に負けるという形になります。それから日本の底引き網と巻き網船ですね。底引き網船、まあ、長崎市に会社があります。巻き網は2カ所ありまして、平戸と五島に、五島の奈良尾というところに漁業基地があります。今さっき申し上げました、200海里水域の中で、あるいは経済水域の中で、漁業がどのように行われているかというようなことについては後でお話をしたいと思いますので、私の前段の話はここまでにしたいと思います。片子先生ありがとうございました。トラミの話は
近年 NHK が取り上げてくれてですね、それから全国で認知が本当に高まりました。この東シナ海五島周辺というのはサバがですね、非常に有名なんですけれども、だんだんそのサバの漁獲量というのも圧倒的に少なくなってきているというふうな話を聞いたことがあります。この海をですね、守るにあたって、まず一番最初にやはりそこで漁をされている方々が経済活動をして漁に出ることによって不審な船があるよと、でそれを通報する、これものすごく第一段階で大切なことだと思うんですけれども、先ほどありました日本のその漁獲量の低下とか、それから漁民の方々のそうですね、年収が低くなったりとかですね、そういった形でどん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 漁業者が今減っております。しかしながら海上保安庁もそういった仕組みを設けてですね、実際問題現在そういう仕組みもございます。また先ほど新藤先生の話の中にありましたけど、サンゴの問題ありましたですね。で実はその2012年だったと思うんですけど、私が住む五島列島福江島の玉の浦にですね、ここ昔2000年まででしたかね、国際研究避難港として認定されてたんですけれども、106隻の300トンクラスのトラ網漁船がですね入りました。一時的な緊急避難で、国的にはこれは中国と日本の間の取り決めではなくて緊急避難法外れてますから、あくまでも国的には人道上の措置ということで、受け入れをした経緯があります。しかしながら海がもう何ですかね、晴れて出港できるような状態になっても、そこにですね1週間以上居座ったというふうな経緯等もございます。でそこでそうした時に、今後のですねこういうふうな離島とか、それから海岸、そういった部分の法整備というのが非常に重要になってくるというふうに思います。領海法等については中国の方が先に、制定をしておりますし、法整備についても中国がどん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 先に行っているというふうな状況でございます。では日本国として今後どのような展望を持って活動されているのかというところを新藤先生に10分程度でお伺いしたいと思います。お願いいたします。まずですね、この海はみんなのものです。それは国連海洋保護条約で領海や排他的経済水域というものを設定しました。それはどこの国にも与えられる権利なんですから、それと公海を含めてですね、みんなできちんと使っていくということが重要だと思いますね。それはルールであってモラルであってマナーなんです。こういったものを意識をしていくということが一番大切なことで、何かこの悪い人がいるからそれを取り締まるための法律を強化しようというのは本来の本意ではないということがまずありますね。でもそういう考えが全く通用しない状態が起きている、これに対しては私たちもやらざるを得ないと、こういうことだと思うんです。この昨年のですね、この小笠原における中国船のサンゴの密漁は、あれはひどかったですよね。でも6月ぐらいから、確かあれはね、一番最初に来たのが春先からいたんですね。で9月ぐらいからものすごいことになってきて、私の方にもいろんな声が寄せられておりました。でこれ海保においても、これはもう徹底的にこの監視をして、きちんとした措置を取りますと、まあ、このように思ってるんですけども、いかんせん船が数隻しかない。でそこに結局一番は最終的に11月になると200隻来たんですよね。ですから、まあ、場合によるとどこかでこの中国船が領海入ってきて不法操業のような素振りを見せる、そこに海保の船が検査に行くと、そうするとあともう海がら空きになっちゃうんですよ。で結果的には根こそぎのような形で取れてしまったんではないか。それから日本の漁民たちも中国船に妨害をされて、この漁ができなかった、そういうようなことも局地的には発生したというふうに聞いております。ですからこれはまず私たちとすれば、即座にこれ議員立法で、この外国漁船の違法操業に対する
法律というのは罰金をですね大幅に引き上げて、まあ、捕まってもお金払えばいいんでしょうではこれはもう抑止力になりませんでしたから、3000万円の、まあ、罰金というものをですね、これは即座で議員立法で国会で成立をさせてこの適用をさせたと、まあ、いうことがございます。で今現状においてはですね、今年の1月の22日に2隻来たんです。それを最後に、この中国のサンゴ船は出没していない、こういう状態があります。まあ、対処方法とすれば我々はこの長距離の音響発生装置だとかそういう新しい最新鋭の設備を投入し、それから海上保安庁の巡視船もあちらにですね増加すると、まあ、こういうような対策をとってやっていこうと、まあ、このように思っておりますし、そこは断固たる措置をやっているということです。これについてはですね、中国側の当局もかなり厳しいことをやっていて、密漁船が見つけると中国が船を没収して焼いちゃうんですよ。ですからはるかに見つかれば中国においてもその日本よりも厳しい罰則取り締まりが行われていると、そこは中国当局としてもそこは本気でやってるのか、私は海上保安庁に確認しましたが、これはこの海保の方としても中国も当局は躍起になっているということは認識しています、こういう答えでございました。まあ、しかしいずれにしてもですね、一時が万事でこの中国の人たちが海のルールを守って、その中でそれからこの自然の要するに例えば魚の保護、海洋資産の保護とかね、こういうものも含めたやはり予防というものを一刻も早く確立させていくために我々は、まあ、働きかけをしなくてはいけないんじゃないかと、片岡先生などはもうそういうことにずっと先頭に立ってご活躍されてた方でありますから、私たちもそれに対するですね支援はしていきたいと、まあ、このように思っています。それで領海法ですとかいろんな法律の整備はね、必要なことはやっていくことなんです。何においても私たちの海をきちんと守るためにはもう言葉だけではダメで、やはり物理的に海上保安庁や水産庁ですね、そういった分野においてさらなるこの整備をしていかなくてはいけない、これは私たちも心をかけてやってるところでございます。それから今徳さんが言ってくれたようにね、離島の漁業、まず離島があることで、国境離島があることでこの国の領土が領海が決まり、排他的経済水域まで含めるこの私たちの経済がですね、権益が守られるということですね。ですからこの離島の漁業を維持するためのやはり特別な工夫はせざるを得ないだろうと、漁船の皆さんが漁に出るのにもやはりその漁に出て赤字になってしまうような燃料代ですねこういったものに対するこの離島ならではの燃料費の高い部分もあります。ですからこういうことについてはこの特別な存在としてこの国を守ってもらう先盛りのね役を果たしてくれてる、そういうこの事柄に対してはこれは別途の支援が必要ではないか、こういうことを私たちは議論してるんです。お金を補助金を出して、助けてあげればいいっていうことではなくて、やっぱりちゃんと役割があるんですから、実態としてこの人数が少なくなって漁獲量が減っているそういう漁業をやっぱりそこは日本の国のために守っていくということは必要だろうと、まあ、それが特定のですね国境離島の整備保全、まあ、こういったものを法案とか、もちろん離島振興法がありますからね、それから地方創生の中でその地域の主要な産業を維持するという意味において、その町がこの自分たちの漁業や水産業を維持したいんだと、そういう行政の政策が取られるならば、それに対してこれは国としてとか地方創生の観点からも支援ができる。だからその地域で仕事があって人がそこに定住してくれて、そしてこの生活がきちんとできるような、そういうことを可能とするようなですね、いろいろな仕組みをこのツールをたくさん使って用意してですね、そしていろんなものを組み合わせながら、ぜひこの日本の海というものを守っていきたいと、私はこのように考えています。
先生ありがとうございました。今お話の中で最後の方にありました特定立党振興法の話がありました。特定立党振興法って皆さんご存知でしょうか。離党振興法ってご存知でしょうか。離党振興法っていうのがですね、これは10年間の時限立法ですので、10年間過ぎたらまた、延長というふうな形で今5回延長ですかね、5回この間延長されたんですけれども、